すごく素敵な装飾だったり、そのペンライトを皆さんが揃えてくださったり、本当に嬉しいことばっかりで、今年も本当に素敵な生誕祭だなって思うことができました。素敵な生誕祭本当にありがとうございました。本当にスピーチ申し訳ないなと思ったんですけど、しっかりとなんかざっくりとしか話すことを決めてなかったから、しっかりとまとめられてなくって、それは本当に申し訳ございません。なんかでも思いは伝わってたらいいなと思いながら皆さんに話してたので、ほんまにありがとうございます。伝わってたらいいなと思います。本当に今思ってる自分のことを最大限に、最大限にっていうわけではないんですけど、今自分が伝えたいと思ったことを伝えたので、思ってることは全部伝えました。ほんまにおせぼなんつった、今まですごいもどかしい気持ちとか、私にもあったし、ファンの皆さんにもあったと思うんですけど、前の頑張ります。去年はね、私がでね、手紙は奈々穂と美咲ちゃんが書いてくれてて、まさか後輩から手紙来るなんて思ってなくて、美咲ちゃんから手紙切れて、純粋な言葉でたくさん好きを伝えてくれて、ね、涙も流してくれて嬉しかったです。本当に愛おしい、可愛い奈々穂はね、本当にずっと一緒にやってきたからこその言葉を選んでくれて、なんかもう泣きそう、七本の手紙からもう泣きそうでした。で、美咲ちゃんの涙でもらい泣きしそうになり、しまいにはなぜかスピーチの最後の最後で泣いてしまうという、なんだよそれって感じなんですけど。まあでもすごい悔しいって思いは今もありますし、昔もすごい思ってたので、それが溢れ出たのかなと思ってます。そう、惜しかった、もうちょっとでスピーチ終わるとこやったのに。いいスピーチでした、ね、スピーチかっこよかった、気持ちこもってたよ、スピーチ感動しました、ありがとうございます。本当にね、嬉しい、スタッフさんカメラチェックしてくれたり、本当にもう本当にありがとうございます。もうこの気持ちが皆さんに伝わってる。お、焼肉タワー来てる、あ、そうや、焼肉タワーね、焼肉タワーどなたですか、どこや、あ、ファントムさんありがとうございます、タワー嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、まっすぐさがよく伝わりました、ありがとうございます。充実した1年にしようねって、しましょう一緒に、私は本当に頑張りたいと思ってますし、本当に17歳が勝負の年だなと私の中ではずっとここ最近思ってるので、今まで以上に頑張らないといけないなっていうのは自分の中で思ってますし、皆さんとも喜べることを今年よりももっともっと作っていって、お互い喜び合えたらいいなと思ってるので、頑張ります。
公演最初からアーノンがニコニコで最高でした、ありがとうございます。もうね緊張してたんですけど、やっぱりファンの方の目とか笑顔とかを見るとミニアンペア、もうそんなんも全部吹っ飛んできました楽しかった。これ何したっけ、あ、そう、セーターティー着てるんです。で、今日もらったって言ってたじゃないですか、可愛くないですか自分で言うんですけど可愛い、我ながら可愛いでしょ、そう、めっちゃ可愛いセーターティー、家でも着よう、レッスンでも着ようって思ってて、着やすいなって思ってるんです。ね、我ながら本当に自画自賛なんですけど可愛いなって、ね、綺麗な色って、スタッフさんとかマネージャーさんにも言われました、嬉しい、可愛いって着やすそうって、そう噂の自画自賛のやつ。久しぶりに公園入ったら楽しかったよ、ありがとうございます、嬉しい、またまたいつでもお待ちしてます。いいですかって気持ち使ってるけど、私じゃない友達が可愛い言ってたよ、本当嬉しい、面白かった今日も、そう言ってくれるならもう絶対可愛いです、もう V は分かりますよね、普段着で着れるよね、ゴールドでしょ、 3.53、まあ、ちょっと半袖は寒いけどね、生誕 T シャツ着て公園入れてよかった、お、ありがとうございます、そう生誕 T シャツめっちゃ着てくださってる方が多くてすごい嬉しかったです、みんな可愛いなって思いながらお見送りの時に一人ずつチェックしてました、皆さん本当にありがとうございました、生誕 T は気づいた時に売り切れ、お、売り切れてたの、もう売り切れちゃってる系ですか、もう全部、バイバーイ、申し訳ない、劇場行く前にタルタルマニア行った、お、タルタルマニア、ユイナといたところですね、美味しかったよ、久しぶりにタルサルソースなんて食べた、お疲れ様でした、XXL S と M は残ってる、何が残ってるんや、前が行った時は XXL と XL が売り切れてた、おーのー、 SM が残ってるのね、 S と M ね、私今着てるの M です、あ、1個 M もらっちゃったXL と L があります、 M と L と XL を1個ずつもらいました、まあダボっと着たいですよね、わかります、誰かにプレゼントしてないです、公園撮ってた写真も可愛かったよ、すごく可愛かったねって、ありがとうございます、ちょっと今日漏れてましたよね今年のやつ目キラキラにしたからかな、でも肌が汚いのバレちゃう、 XL ください、ダメです、あ、XL 買ったよって、お、いいですね、多分ねあれですよ、ネットは多分まだ売ってるでしょう、多分12月に届くみたいなんですけど、売ってるはず、クマタワー来ました、クマタワー、あ、つぐさんありがとうございます、ありがとう、クマありがとうございます、眠たい明日はミックスジュースさんに出演させていただきます、久しぶり、めっちゃ楽しみなんですよ、新体制っていうんですかね、新体制になったミックスジュースさんは初めて出るのですごく楽しみです、これから深夜バスで帰ります、お気をつけてゆっくり寝てください、
そう、セーターの装飾めっちゃ可愛かった。あの豆乳がたくさん並んでて、あとは何だっけな、なんかカプセル状みたいな、なんか覆われたやつがあって、その中に大阪魂出演したやつ全部入ってて、めっちゃ可愛かった。いただけないのが本当に悲しいレベルです。悲しいぐらい。ちょっと半袖寒くなってきたな上着持っていけばよかった。今日入れなかったから12月3日のレイパージ申し込んだ。お、ぜひ。あ、公演メンバー発表されたんですか。そう、そうだ、ナナホとね、最後に本当に出れる公演が明日なので、しかも昼夜、めっちゃ嬉しい。ちゃんとお手紙書いてくれたお礼を伝えようと思います。クマタワー、また来たの？クマタワー、お、ライトワンさん、ありがとうございます。クマタワー嬉しい。クマ、クマン、そう、卒業前にナナホの手紙を、ナナホから手紙をもらえるなんて思ってなかったから嬉しいです。今日の公演、アーノンから視線がなかなか外せなかった。嬉しい、ありがとうございます。もう外さなくていいですよずっとずっと見ててください。本当にコトサマカメラののんちゃん可愛かった。本当にありがとうございます。コトちゃんがね、本格的なカメラを買っててびっくりでした。パシャパシャ今日たくさん撮られて、撮ってくれて嬉しかったです。そう、手紙ね、コトちゃんからって予想してたんですけど、生誕始まった瞬間に仕切りがコトちゃんっていうことに気づいて、あ、これは絶対コトちゃんじゃないなって思って、ちょっと悲しかったよコトちゃんからね手紙欲しかったけど悲しかったです。また個人で送ります個人でもらおうかな、送り合いっこしますね。個人的に手紙もらいます素敵な生誕祭だったね、ありがとうございます。生誕祭よかったよって、ありがとうございますね。え、美咲ちゃんは全然予想してなかった。でもなんか書いてくれたのが本当に嬉しいなと思う。まだね1年経ってるか、一緒に活動して経ってるけどね、思い出たくさんあるかなとか思ったけど、たくさんなんか尊敬してくれてるのかわからないんですけど、慕ってくれてるからすごく嬉しい。どう見られてんのかなっていうのはすごい、なんていうの、悩んでるっていうか不安っていうか、どう見られてんのかなっていう興味はあったので、気持ちはあったから知れてよかったです。そう、私にとっては数少ない妹ですよ。未来からセーターリップ来たかな、どうやろう、送ってくれるかな あ、先リップしてた。お、後で返そう。後輩からもしっかり愛されててよかった。うん、嬉しいです。愛してくれてるなんて、こんな私を愛してくれるなんて嬉しい。ミラ送ってた、後で見ます。
もう4回目の生誕祭、そして私は17歳、あっという間です。でも本当に毎年毎年素敵な生誕祭で嬉しいし楽しすぎます。こんな素敵な先輩じゃない、素敵な生誕祭を開いてくださってもう本当にありがとうございます。最近アーナのまたぎ出演が多くて嬉しい、本当私も嬉しいです。公演大好きなのでたくさん出たいなっていう気持ちがたくさんあるので、もう毎日出たいくらいです。今日のスピーチの深さは長文じゃないと伝えられ、そうですね、短文でごめんなさい全然まとまってなくて本当に、でもその気持ちが伝わってたら私は嬉しいです。生誕ティーのクオリティが毎年上がっていく、おっと来年怖いぞ生誕ティーのクオリティ上がっちゃうとちょっと困るなぁ、ね、でも結構今年ので爆上がりしちゃいましたもんね困る。でも来年も可愛いものを作れたらいいなと思います。まだ早いけど来年はもう少し早く販売できるように頑張ります言葉の数が少ないからこそ気持ちが伝わって本当に優しい、ありがとうございます。普段使いしますってありがとうございます。ぜひ本当に使いやすいと思うので、まあ寒いのでたくさん上着着るか中にたくさん着込んでください。アナが生まれてきてくれたことに感謝です。いえいえ、こんな私を応援してくださっていることに私は感謝です。幸せです。来年も楽しみにしてるって、プレッシャーだけどぜひ楽しみにしててください。お、学校に来てくれって、お、着れる？学校に着れるレベル、でも着れるレベルです、レベルですよね着れるレベルですよね、めっちゃ可愛い。ちがじさん、ちゃんとあったかくして来てってくださいね。そう、私去年の生誕ティーもらってないんですよ実はそう、持ってないんですよ。だからそのデザインでトレーナーがし、わかります、めっちゃわかる、絶対可愛いですよね、もう毎日着ちゃうレベルはあの今もらえるんですけど、去年はねマグカップも欲しいって言ったけどもらえなくて、そうだから何も持ってない状況です、悲しい。最前列でアーノンと目が合って心臓止まるかと思って、そんないつでも合わせるので心臓止まっちゃってください困るなねえ、パーカーだったらめっちゃ神ですよね、いつかそうなればいいなと願っております。歴代の生誕ティー再販売してるし、確かにおしゃれですよね。そのウサギの名前はあるのって、ないですねウサノンでウサノンで勝手に決めました、そんな名前ないです。皆さんの好きな名前をつけちゃってください、可愛いでしょ。でも今何時なんでしょう、時間見たいけど時計がないな。霧のいいところで終わりたい。朝のグッズ出してほしい、可愛いでしょ。21時22分お、優しい。じゃあ30分に終わろうかな。
昼公演で目を押してくれたアーノンにドキドキさせられたって、嬉しい。目合ってましたか？いつでも合わせに来てください。待ってます。じゃあ泉うさこでって面白い。それはセンスある。タンプレはもらえた？ってもらえました。まさかまさかのことちゃんとみさきちゃんにがくれました。ことちゃんはなんか持ち運びしやすいヘアアイロンみたいなやつで、みさきちゃんは何やったっけな、中身開けてないからわからないんですけど、ことちゃんのしか見てないや。でも多分なんかおしゃれなやつです。めっちゃ可愛い袋に入ってた。嬉しい。そう、私がいつもね前髪長いって言ってるし、崩れるのが早いから、琴ちゃんはヘアアイロンを買ってくれて、しかも色がミントグリーンって言ってて、いやもうさすが琴ちゃんと思いました。そんな私の好きな色を知ってるだなんて。嬉しかった。そう、さすがリーダー、よく見てますよ本当に。ねえ、美咲ちゃんも本当に優しくて、そんなもらえると思ってなかったです。絶対返すねって言ってもらいました。二人とも誕生日近いからね、絶対返します。琴ちゃんにあげるものめっちゃ緊張する。なんか何でも持ってそうやし、おしゃれなものとか敏感そうやから、どうしようかなって悩んでます。今度公園にネギ持ち込んでいいですかって。困りますね、ちょっとネギ持ち込むは怖いな。アーノンちゃんのペンランネギでもバレない説ある。バレるよ、光ってないねんから。やめてねネギは。でも確かに今日言われるまでネギって気づかなかった。あ、ネギや、ネギ色やって思って。でも可愛いでしょ、ネギ色も。すごいね、舞台から見るペンライトがすっごい綺麗で、特に白がめちゃくちゃ綺麗で、道頓堀の歌ってる時はめっちゃ綺麗だなって思いながら心地よく歌ってました。ネギに電池入れてったら OK って。やめてね、そういうドッキリ。ね、白も緑もめっちゃ綺麗やったと思います。あー、アーノン誰だ、なんて、お誕生日おめでとう。ありがとう。嬉しい。そう、今日はあのちゃんカラーが満開でした。嬉しかったです。ネギ型ペンライト探したらありそう。探さないで。あ、若ポンですよ今のは。ポンポンです。あくびが。京都らしく九条ネギ持っていきます。大丈夫、ネギはいいよ、ネギはいい。あのおめでとう、ありがとうございます。嬉しい。何を探し？
ケース？もし透明なの100円のやつあったら。うん。ちょっと見てないな、でも。教えてください。うん。失礼します。あ、先に失礼します。バイバイ。お、28分ではでは、ランキングを読んで終わりたいと思います。13位リコさん、ありがとうございます。12位マーボーさん、ありがとうございます。11位がおーちゃま、ありがとうございます。10位がまことさん、ありがとうございます。9位がようちゃん、ありがとうございます。そして8位がビート&ビートさん、ありがとうございます。そして7位がリコマロさん、ありがとうございます。6位がガーちゃんさん、ありがとうございます。4位がミキちゃん、ありがとうございます。4位がコッコさん、ありがとうございます。かわいい名前。3位がファントムさん、ありがとうございます。そして2位がツグ、ありがとうございます。そして1位がライトワンさん、ありがとうございます。はい、ということで今日はちょっといつもより長めにしたんですけど、どうだったでしょうか。そして本当に生誕祭楽しかったです。本当に開いてくださってありがとうございました。今年の17歳の1年は皆さんと素敵な景色を見られるように、嬉しい報告がたくさんできるように頑張りたいと思いますので、ずっとずっと私のことを見て応援してくださったら嬉しいです。ではでは、本当にありがとうございました。また明日も公演あるのでDMM 見てください。そして入られる方はよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。大好き、ラブー。